けてんじゃねえよ。中断されねえ程度にぶっ飛ばしたら、ビビりながらよ。右の大振り、当たり。俺の方が上だからよ。もう君を怖がるもんか。捨ててる。要望通りの設計なら全力のてめえをねじ伏せる。考える暇もくれないつもりだ。やっぱりダメだ。強い。燃えたいんじゃないか、バカ野郎。その面やめろや。どうだ。抗わず目覚めよ。黙れ。我らが生きていた頃の空と同じだ。バカだ。焼きでも回ったか。あやかしとどうかしやがった。豊足原の中津国、荒みたらせぬかの者よ。我、雇神北利より石器を持って砕き伏せ、草々の触り汚れを打ち払わん。悠長なこと言ってらんないぞ。なぜなら私たちが立ちはだかっているからだ。二度の敗北、味方の全滅。ああ、願ってもない状況だ、クセ野郎。貴様を排除する。天道式戦闘術一の型三番ロクロカウント。君は天道式戦闘術水天一壁の構え。
備交流。私は君負けない。なんも知ってえな、新品だぞ。知るか。お、首って乳首のことか。どうせ男にはいらんだろ。正月の乳首相撲はどうするんだ。俺横綱なんだぜ。高い動体視力があだになったな。こっちも秘密兵器を出そうかな。貴様がそこを狙っているのは分かっている。その前に倒す。いい加減不愉快だ。言い残しておくことはあるか。武器を捨てて手を挙げろ。オタクは刀だが、俺は銃を突きつけてる。勝ち目はないぜ。ただの人間がこの俺に戦いを挑むだと。そうさ、そうとも戦ってやる。戦える。ちゃんと作戦を立てれば戦えるんだ。邪魔だ。小僧、この前は尻尾を切ったトカゲのように無様に逃げたはずだが、戦いの続きだとでも言うのか。こんなところで俺死ぬのかよ。つまらんな。まるで戦いにならん。俺を作り上げた田村玲子となら面白い戦いができたかもしれんが。でもやらなけりゃ確実なゼロだ。やった。人間ごとけに。我、目覚めるわ。始まったよ。始まってしまうね。はい、無限を憂う。僕はまた迷ってしまったんだね。ごめんよ、スキル。だからその苦しみからみんなを解放してあげたんだ。君がまだミニマムを失わないのは。あっそう。おい、てめえの方だ。自分が生まれつきのミニマムホルダーだと思ってんのかよ。わかってねえのはてめえの方だ。お前自
自分が生まれつきのミニマムホルダーだと思ったのかよ。そのミニマムはスキルがくれたんだろ。そのミニマムこそスキルのエゴ、お前への思いそのものじゃねえか。今ならまだ間に合う。4年ぶりに会った息子に最初にかける言葉がそれかよ。無能者が。一体あんたに俺の何がわかるって言うんだ。もう俺はあんたからもカンナギからも逃げない。カンナギゲンマ。今何かしたか。本番はこれからだ。風の結界でしのいだのか。標的以外は燃やさないか。さすがカンナギ最強の演術師。本気ってやつをな。これは風の精霊、なんという数。いや、バカな、この力は。無駄だ。召喚速度は風術の方が速い。やつはもう俺たちしかいねえんだよ。気に食わねえなら投げらんねえなら、その残った右目ひんむいてよく見やがれ。今ここにいんだ。なもん、目つぶってても見えるぜ。お前には俺がいる。